園繁盛記第8話、ふんばり温泉のお土産を考えて。ついに丸投げだし、おいらお土産は大好きだぞ。こっちはこっちで気づいてないし。あ、でもこの前温泉まんじゅうを作るってことになったんじゃなかったっけ。そう、だから食べ物部門は OK。 今回は形に残るお土産よ。キーホルダーとかはベタすぎるよね。そうだな。木刀とかどこにでも売ってるよな。修学旅行の鉄板だね。修学旅行生がバカしか泊まれるスペースなんてうちにはないでしょ。そっか。そもそもそんなのを名物にするわけにもいかないしね。なんかいいものないかな。 T シャツもうよくあるよな。原点に立ち返ってシャーマンらしいお土産で清めのお札とかは。温泉のお土産にお札なんてビジュアル最悪じゃない。じゃあ可愛いお札でも作るか。可愛いお札、まあできなくはないけどね。え、できるの。込める力が本物なら外見のデザインは関係ないし、それくらいならできるわよ。でもめちゃくちゃうさんくさい感じになっちゃうね。無難に厄除けキーホルダーにでもしようかしら。それでいいの。どんな形でも目に見えないものを信じてくれる人が増えるのはいいことなんよ。小山田マンタ、犬山犬子、京山アンナ、林原めぐみ、朝倉陽、日笠陽子。